さあでは続いて e-book クッキングのお時間でございます、うん、特別企画第2回企業公認ミニクックシリーズレシピを作ろうをお送りします。さあアシスタントはおなじみのこの方、マイバイこと長谷川舞さんです。はい、料理の腕がメキメキ上がってる長谷川舞です。パクりました。メラクルガールなんか11月の涙の別れが何だったんだというぐらい、そうなんですよ、ね、12月2月とまた来てもらいましたけれども、はい、もう縛りついてますね。さあ今日もですね、美味しいお料理を皆さんにお伝えしたいなと思っているんですが、初めて見た方、これは何の番組かと思う方も多いかもしれませんが大丈夫です。ちゃんと電子書籍に絡んでおります。このコーナーでは電子書籍の小説が定額で読み放題の読める .jp でおなじみの MTI がスタートした画期的なサービスをご紹介いたします。はい、大人気本もここにも並んでいますけれども、うん、企業公認ミニクックシリーズレシピについて皆さんに詳しくご紹介しようかなと思います。ではまずこちらをご覧ください。説明しよう。企業公認ミニクックシリーズレシピとは、music.jp や読める .jp などさまざまなコンテンツを世に送り出している MTI がワニブックスのミニクックシリーズレシピを税抜き月額170円で読み放題にしてしまった画期的なサービスである。自宅にある定番商品を使った簡単で美味しい企業公認レシピをパソコンだけでなくスマホやタブレットでいつでも見ることができ、世の中に美味しい笑顔と幸せ、そして愛をお届けし続けているのだ。企業公認ミニクックシリーズレシピ会員登録方法を説明しよう。まずはミニクックシリーズレシピのサイトへアクセス。画面の QR コードを使えば簡単に開けるぞ。シリーズ累計92万部を突破、食品メーカーの社員が勧める公認レシピミニクックシリーズからベストセラーをウェブ化し、税抜き月額170円で見放題。レシピは毎月続々追加、閲覧数ランキングとお気に入りランキングは毎日更新。まずは無料のお試しレシピをチェック。ふんわり鶏団子入り酢生姜スープのレシピを見てみよう。材料と作り方のポイントが実に分かりやすい。利用登録は簡単だ。 au 簡単決済、ドコモ SP モード決済、ソフトバンクまとめて支払いはもちろん、ポピタを利用してクレジットカード決済で入会すれば登録した最初の月が無料になるぞ。モピタはスマートフォン向けの会員認証課金決済サービスである。モピタを利用すれば各サービスの購入履歴と請求明細をまとめて確認することもできるぞ。企業公認ミニクックシリーズレシピは税抜き月額170円で読み放題、簡単お得にキャリア決済またはモピタで登録。これで君も料理上手間違いなし。いや、西尾さんずいぶんいい声ですね。そうですねあれ今似せました。全然低い声じゃなかったさあで実際にですね、そのレシピを私とマイマイのこの食いしん坊コインビで作ってみようというのがこの特別企画です。で、まあ、ただの料理企画ではなくて、ちゃんと電子で配信されている、はい、だからこそ e-book クッキングのお時間となります、うん。さあ今回はですね、みつかんさんのお酢、あ、こちらの本、みつかんさんのお酢と高野フーズさんのおかめ納豆とおかめ豆腐、はい、この3つの本の中から料理をしてまいりました。こちらですね、どれも美味しかったです ね、なんかもう本当に子供の頃から毎日食べてるようなもので、レシピができるってワクワクしましたね。そしてとっても手軽にできるんですよね、うん。で実はですね、前回放送終わった後でちょっとレシピの見方がわからないという声もいただきましたので失礼しました、はい。今回は料理に入る前に企業公認ミニクックシリーズレシピまでの簡単なプロセスを皆さんと一緒に確認していきたいと思います。まずはスマートフォンやタブレットをお持ちいただいて、これから画面に表示する QR コードを読み込める準備をお願いいたします。なおパソコンでも見ることができます。ニコニコ生放送で見ている方は
今運営コメントで出ている URL これから出します。またユーストリームでご覧の方はレシピ読み放題で検索すると一番上に表示されます。さ、皆さん準備はよろしいでしょうか。では QR コードをこれから表示します。さあ、こちらの QR コードをかざしていただいてどうでしょうか。無事に見ることができますか。ニコニコ生放送で見ている方は今運営コメントで出ているこちらの URL から先に進むことができます。あ、できたよというメッセージもいただいたので、うまくいってるみたいですね。はい、ではですね、どんどん参りたいと思います。ではこの URL を読み込んでいただいて、そうしましたら次に右上に横線が3本ある記号があります。オレンジ色のところの一番右上の3本ある記号があるので、そちらを押すとこの右のタグが出てきます。登録をしますとこちらの画面、モピタを利用して入会を押してみます。するとこちらの画面になります。ここで新規会員登録をするを押すと連携方法が選べますが、今回はアカウント発行を押してみます。ここで必要事項を入力して同意して次へを押してください。登録内容を確認して登録です。完了画面が出てきますので、下の画像を保存して OK を押してください。すると登録の完了です。次に支払い方法が出てきます。ここで選んでいただくんですが、今回は、初めの月は無料になるクレジットカードで登録ということにします。入力画面に入力して確認を押してください。入力して登録を押しますと完了となります。あとはサービスの利用登録を押して、先ほど設定しましたパスワードを入れて、また登録ボタンを押していただければ完了となります。下の画像も保存して OK を押すと完了です。ちょっと駆け足で説明しましたけれども、実際にやってみるとスムーズにできると思います。また今ですね、決済は各通信キャリアの ID でも簡単に登録することができます。はい、私もですね、はい、したんですけど、あの材料で検索もできて、冷蔵庫の残り物から簡単に美味しいものができるんですよ。あ、この MTI さんのサービスで、はいはい、例えばキュウリって押すとキュウリを使ったレシピが出たりとか、なんでキュウリで笑うんですか。西尾さん、それはね、本を読むだけでは得られないサービスも、はい、電子版でも得ることができるということです。さあ、では今回もマイマイと一緒に企業公認ミニクックシリーズレシピを使って実際に料理をしてきました。まず1品目からご覧いただきましょう。こちらです。マイマイ、お待たせ。あ、ここにあったんだ。もうレシピ本をね、探してたの。菅谷さん遅いですよ。すいません、いろんな意味で。今ならですね、この企業公認ミニクックシリーズレシピが、うん、このサイトで見れちゃうんですよ。じゃあ今日は本もいいけど、うん、サイトで見ながら料理しちゃいましょうか、ね、これを見ながら料理していきましょう、ね、デジタル娘ですからね。はい、さあ、好評につきマイマイとのこの料理も第2回ということで、うん、ね、今日はですね、はい、私の大得意な、はい、餃子を作ろうかなと思ってます。お、楽しみ。でもね、中身を作るのは苦手で、焼くのだけ得意なので、ちょっとどうします。やっぱり助っ人を呼んでおります、はいはい、で餃子の中に、うん、誰かちょっと隠し味を入れたいなと思ってるんですけど、なんだろう。今日ご登場いただくのが高野フーズの田村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ、え、納豆ですか。餃子に入るのは、今日はこちらの引き割り納豆を餃子の中に入れていきたいと思います。意外、餃子に納豆あるんですか。そうなんです、うん、ちょっとお肉の量を減らして引き割り納豆をちょっと入れるので、ヘルシーですし、はい、納豆は食物繊維やビタミン E、B2 など入って女性にとってもおすすめな商品なんです、はい、じゃあこの納豆入りの餃子を食べたら、このおかめちゃんのように可愛らしくそうですね、エプロンも可愛いですね、はい、当社の
キャラクターおかめちゃんです。いいよろしくお願いします。かわいい。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速納豆入りの焼き餃子を作っていきましょう。はい、じゃあまず最初に何をすればいいですか。はい、まずあの中に入れる具材のキャベツ、はい、こちらを、レンジでチンしていきます。はい、洗った時の水分をそのまま残して、はい、ラップをふんわりかけていただいて。餃子に入れるキャベツってどうしても生というイメージあるんですけど、ちょっとチンもするんですね。ここでそうですね、ちょっと柔らかくして扱いやすく。何秒ぐらいやりますか。40から50秒ぐらいお願いします。はい、できました。はい、ではこれをどうすればいいですか。はい、まず冷水にとっていただいて、はい、ちょっと冷まします。でそのまま粗みじん切りにしていきます。あ、まいまい挑戦してみようか。はい、じゃあ私の粗みじん切りを披露したいと思います。花嫁修行中にしてそうですね。これで、ま、粗みじんだから多少雑でも、はい、もう豪快に切っていただいて。本当ですか。大丈夫ですかね。いきます。こういうのこう結構性格が出るんですよね。そうですね。できてます。あ、バッチリです。本当ですか。はい、そう、最近この猫手を覚えたんですよ。こしていけばいいですかね。そうですね。あ、上手上手。あ、もうバッチリです。あ、上手。やったー。びっくり。ちょっと練習の成果を。成長した。このぐらいですかね。大丈夫か。はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、20丸です。やったー。やったねさて、これを、はい、まず水気を布巾で絞っていただきます。中に入れる。はい、はい、ではこのキャベツも使って、はい、餃子の種を今から作っていきます。はい、ではこちらですか。はい、なんだかお肉がすごく少ない気がするんですが、これは豚ひき肉ですね。 60g。 はい、通常もっと入れるかと思うんですけど、その代わりに今回はひき割り納豆を入れていきます。はい、納豆2パックが入るからお肉も少なめで大丈夫、はい、ね、ということなんですね。はい、では入れていきましょう。はい、豚ひき肉が 60g、 続いて片栗粉とキャベツですね。はい、先ほどみじん切りして水切りを終えたキャベツと、はい、ここで豆乳ですね。はい、一番肝心なものですね。納豆が入ります。はい、これひき割りがいいんですか。小粒とか大粒とかいろいろありますけれども、あのちょっと他の具材が細かくしてあるので、はい、ひき割りの方がより馴染みやすいということで。はい、馴染みやすさ、はい、なるほど。まあ、お好みであの粒のタイプを使っていただいても、あの食感楽しんでいただけるかと思います。ヘルシーだね。お肉が少なくて。そうですよね、納豆がこれだけの量が入るというのが。う、味付けも非常にシンプルですね。はい、まずはおろし生姜、片栗粉小さじ1杯入ります。塩小さじ1/4、胡椒少々に納豆のタレも活用するわけですね。はい、前々お願いしていいですか。はい、と納豆は2パック使うんですけれども、タレの方はあの半分の1パック分使用していきます。はい、はい、で最後にごま油ですね。はい、さあ、はい、納豆餃子の材料が揃いましたけれども、はい、ここは思い切って手で混ぜていきましょう。はい、頑張りましょう。納豆を捨てたら触るの初めてです。そうですよね、なかなかないですよね。あ、粘りが出てきましたね。しっかり混ぜ合わせてください。はい、よく混ぜます。はい、わ、粘り気が出てきましたね。出てきましたね。でも意外と手につかないです。そんなについてるよ。思ったより。思ったより。はい、はい、こんな感じですかね。じゃあそろそろ、はい、包んでいきましょうか。はい、ちゃんとこうやってまとまるんですね。そうですね。じゃあまいまいが頑張ってくれたので、はいはい、種ができました。じゃあ実際に形を作っていきましょう。そうですね、はいはい、これは何か注意点ありますか。そうですね、あの普通の餃子と同じ、ね、同じように要領で、はい、あ、これ絶対考えない。OK、 一回やってみて。私ね、結構うまいですよ。あ、本当ですか。はい、得意って言ってましたもんね。そうなんです。餃子だけは、餃子だけは。あ、やばい、はみ出そう。
じゃじゃーん、できた。やばい、横から出てる出てるやだな今。田村さん見てください、なかなかこんな餃子。あ、そうですね、ちょっと入れすぎちゃいましたか ね、ちょっと欲張りましたけど、これもあの個性ということで、はい、さあ形ができたんですけど、なんか一個だけ餃子じゃないようなものが作られておりますが、まあこれも個性というところで焼いていきましょう。はい、まずはサラダ油をかけていきます。もうあの手早くやるのがねポイントですね。で餃子の火加減ちゃんと熱くしておくと。中火ぐらいですか。中火から今日の間ぐらいですね。でパパパパパッと乗せちゃいます。私のも忘れないでくださいね。最後の最後に取っておきますよ。これどうやっておこう。この状態でだいたい1分、はい、待ちます、はい、表面にあの焼き色をつけようと思いました、はい、田村さんのこの納豆入りの餃子っていうのはどなたが考えたものなんですか。あ、レシピ本を作るにあたってあの社内からレシピを公募したんですね、はい、じゃあこれは社員の方のアイディア、はいはい、すごーい。そうですね、やっぱり普段から納豆を知り尽くしているからこそ、うん、いろんなアイディアが生まれるんですよね。そうですね。1分ぐらい経ったところで、はい、お水を加えていきます、はい、ちょっと蒸し焼きにしますね、はい、じゃあ一旦蓋をして蒸し焼きにしましょう、はい、出します。この納豆入りの餃子ですけれども、はい、中の具材をまたちょっとアレンジできますよね。いろいろ梅干し入れたりとか、そうですね、大葉入れたりとか、あとはチーズ入れたりとか。そうですね、はい、和風だけじゃなく洋風でもあの、いろいろお楽しみいただけると思います、はい、では田村さんとまいまい、はい、一回蓋を開けてみましょう、はい、オープン。おー、美味しそう。だいぶ水分が飛びましたね、はい、じゃああとは水分を完全に飛ばすまで蓋を開けて待ちたいと思います、はい、納豆の香りだいぶ水分が飛んできましたね、はい、飛んできましたね、はい、やはり餃子の最後といえば、はい、ごま油をお願いします、はい、かけるんですか。そうなんです、こうすることで皮がパリッと仕上がるんですよ。香りが良くなる、うん、いい匂い、はい、おいい色味、いい色味になってきました、うん、あ、これで出来上がったようですので、はい、盛り付けに入ります。お願いします。もうこの時点では中に納豆が入ってるとはまだ分からないですよね。食べてびっくりの納豆餃子ね、普通の餃子に見えますもん ね。そうですね。じゃあマイマイのクレープ餃子をどうしようかな。じゃあここのところに1個置いて、中にはなんと高野フーズのおかめ納豆が入っているという納豆焼き餃子の完成です。納豆焼き餃子一つだけ八つ橋みたいというのがありましたけども、あれ誰作ったんでしたっけ。いや私なんですけど、なんかさっきスタッフさんに聞いたら誰一人として食べてないって言われて、多分捨てられたみたいなんですよね。残念。そして何よりも目を引くのが、あのおかめ納豆さんのエプロン、すごい可愛かったですよね。可愛かったですよね。今日もとっても似合う方につけていただきました。はい、ちょっと2週間経っていただけますか。ね、すごい、もう保育園の先生なのに可愛い。あ、ちょっと髪型似てませんかね、石尾さん、おかめちゃんと。あ、似てる。そうなんだ、本当だ。ちょっと眉毛とかちょんとしてれば、これからこういうキャラクターとして生きていきますんで。かわいい。水玉、これ非売品だったりするんですかね。そうなんですよ、そうなんですね、非売品なんです。これをつけてね、高野フーズさんにご協力いただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。さあでは納豆焼き餃子、はい、焼き上がったようですので、どんな味か西尾さんにも食べていただきたいなと思います、はい、ありがとうございます。じゃあ私もいただきます、はい、ありがとうございます。いや西尾さんにあれ食べてほしかったです、八つ橋。どこ行っちゃったんですかねあれは。ね、スタッフが普通だったらスタッフが美味しくいただきました的な、どうなんですかね。ああなるほど、そうですね、こちらですね、いただきます、
ただきます。うん、おいしい、うん、なんかお肉が少ないのに納豆の割合が多いのに、うん、ジューシーなんですよ、ね、美味しいですよね、うん、どうですか西尾さん、餃子と思っていると納豆のなんかほのかな香りが口の中に芳醇に広がるみたいな感じ、ほう、なんかよく分かんなかった、芳醇に広がる納豆がものすごい2人からの納豆の香りすごいですね、うん、今なかなかこれ伝わらないかなと思うんですけど、ただ漂っておりますけど、うん、なんかおつまみにも最適ですよね、うん、はい、皆さんにもちょっと改めてご覧いただきましょうか、うん、ごま油が効いてていいですね、ごま油と納豆のコンビネーションって、うん、いいなと思いました、うん、美味しいですよ、美味しい、ね、美味しい、ヘルシーですよね、焼き色もとてもいい、うん、さすが料理がとても上手なスタッフが手作りをいたしました、うん、これはその材料を、まあ、こねたりするところが始まって全体でどれくらいの時間だったんですか、だっけ、焼くので5分ぐらい、うんうん、あれが手際よくできるとプラス5分で10分から、マイマイで15分結構あのこれが大変でしたね、なんていうんですかこれ作るのそうそうそう、ね、包むの、一人だけね、なんかワンタンみたいになってまして、うん、でも本当になんかすごいレシピがいっぱいあるんですよ、納豆でデザートができたりとか、ね、ありましたね、アイスクリーム、バニラアイスクリームに混ぜたらトルコアイスみたいにビヨーンって伸びるとか、そうなんです、あと納豆ヨーグルトパンケーキとか、さすが作ってる、はあ、メーカーの人が作るレシピって違うんだな、企業校に違いますね、やりますね、でこれをこう電子書籍で前に iPad とか置いてピピピッとやるのが最近の流行りですよね、うんうんうん、かっこいいなと思いました、ね、最初に納豆を使った餃子を、挑戦してみました。では続いてみんながほっこりできる一品メイン料理をご紹介します。さあ続いては美味しいスープを作ります。あースープ大好きです、ね、はい、でこの寒い冬にほっこり温まるような美味しいスープで、そのスープの味を引き立たせてくれるある調味料が登場します。何ですか。さあその調味料を持ってきてくださるのがミツカンの茅野木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこれが魔法の美味しい調味料ですね。お酢ですね今日は。はい、ミツカンといえばお酢、前々でも知ってますよね。はい、よく使ってます。本当ですか、ありがとうございます。はい、今日はこの穀物酢を使うんですね。はい、はい、今日この穀物使います。たくさんミツカンさんってお酢種類ある感じがするんですけど、はい、どうして今日は穀物酢を。はい、小麦だとかお米だとかの穀物を原料にしたお酢で、はい、まあ、日本で多分一番ポピュラーなお酢だと思います。で特徴は、すっきりしていて、まあ、癖がない味が特徴で、和食だとか洋食だとか中華とかいろんなものによく合いますので、まあ、今日はシンプルに穀物酢で味をつけたいと思います、うん、私もアナウンサー界のお酢と言われてまして、もう癖がない誰とでもうまくやっていけない今勝手に作ったんですけどそうなれればいいなと思うお酢どうしようスタジオが誰も笑っていない大変失礼いたしました。じゃあこの穀物酢を使って美味しいスープをよろしくお願いいたします。メニュー名をはい、お願いします。今日はですね、ふんわり鶏団子入り酢生姜スープという形になります。生姜スープ、はい、鶏団子が入っている、はい、酢生姜スープですね、はい、はい、酢が入ったスープという形になります。いいね、お団子、楽しみね。じゃあまず早速何からいきましょうか。はい、まずはじゃあ鶏団子から作っていきたいと思います。はい、はい、鶏ひき肉 150g ですね、用意しました。じゃあマイマイ塩を入れてください。はい、じゃあまずそれで少しスプーンで結構ですので、はい、混ぜちゃってください。である程度混ざってきましたら、はい、中に入れる具材を入れていきたいと思います、はい、今日は玉ねぎのみじん切りを用意していますので、玉ねぎのみじん切りと、はい、あとは、溶き卵と、うん、片栗粉を入れていただきたいと思います、はい、さあ玉ねぎのみじん切りと溶き卵もこの段階で、はい、もう入れて、はい、いただいていると思います。ですね、卵を入れるとちょっとボリュームが出ますよね、はい、よく混ざって、はい、片栗粉もここでいいですか。はい、はい、入れていただいて混ぜていただきたいと思います。溶き卵2分の1個分と片栗粉大さじ1杯分が入りました、はい、まあ、団子の中身は今日玉ねぎですけど、お好きなお野菜を入れていただいてもいいと思います。例えばどういう長ネギのみじん切りとかも合いますよね。はい、いいと思います、はい、
あとは、あとは人参とかでも別に、人参もいいですね、ちっちゃく切っていただければいいと思います。彩りも良くなるので。前々鶏団子って作ったことありますか？鶏団子ないです、初めてです今日。いろいろと学ばせていただいております。さあこの後はどうしましょうか？はい、じゃ あの早速ほっこりあったかいスープを作っていきたいと思います。はい、あらかじめ、お水2カップ分を用意しました。はい、ここに今日はどういったもので味をつけていきましょうか？シンプルな味付けで鶏ガラのスープの、はい、まあ、あの素をですね入れていただいて、あとは生姜を、少々入れていただきます。はい、では鶏ガラスープの素を大さじ1杯分です。はい、生姜薄切りにしたものですね。いいですね、冬に生姜ね。私も毎日のように生姜を使ってます。はい、ここで、はい、ここで入るんですね。あの、はい、例の美味しい調味料が、はい、ここでやっと登場でございます。はい、はい、じゃあ茅野さんに入れていただきましょうか。みつかんの穀物酢、はい、ここで味付けに穀物酢を入れていきたいと思います。はい、入れます。今日はあの大さじ1杯入れさせていただいてます。はい、さあ火にかけるふつふつとなる前からもうお酢を入れてしまっていいわけですね。はい、入れていただいてもいいです。であの、この後火が入ってきますので、お酢のあの角が取れてですね、酸味の角が取れてまろやかになりますので、 お酢が少し苦手な方でも初めに入れていただいて火を入れていただくとすごく飲みやすくなりますし、あのお酢の酸味がすごく好きな人は最後の仕上げに逆に入れていただいても結構です。先に今日は入れてよりマイルドな感じに仕上げたいと思います。はい、分かりました。はい、あのお酢にはあの実は減塩効果というのもありまして、今日はあのすごいシンプルな味付けなんですけども、あの塩分を控えめにしてもお酢を入れると結構味があのはっきりしてくるので、物足りなさがなくてすごく満足感が出ますので、あの減塩したい時には少しお酢を入れていただくだけでもいいですね。あのだからお味噌汁とかでもよく使っていただいている方もいたりして、お味噌の量を少し減らしてもあのお酢を少し入れてあげることで、あの満足感が出るっていう形で、あのいろんなもうスープに、今日はあの鶏ガラのスープですけど、もういろんなスープ、汁物系には入れていただいてもすごく美味しいと思います。はい、ヘルシーですね。そうですね、はい、体にもいいですし、お酢様々です ね、 アナウンサー界のお酢ですね覚えてますね。アプリソムリエ界のお酢を目指して、グツグツと言ってきました。はい、ですね、はい、まあ、温まってきたと思いますので、はい、じゃあ団子を入れていきたいと思います。はい、じゃあ前々やってみる私一回やった方がいい。あ、じゃあそうしましょう。いや、そうじゃない。団子のプロではない。お酢がメインなんで。あの一つのスプーンに適当に乗せていただきまして、はい、このままもう一個のスプーンで押して入れていただくだけで、はい、なるほど、大丈夫です。どうぞ。それなら私もできます。頑張れ頑張れ。茅野木さん、今日は、はい、あの中に入っているのはお団子だけですけれども、はい、ちょっとこう人参を入れて彩りを出したりとか、ね、ここにも、はい、お野菜を入れていただいてもあのいいと思います。アレンジできますね。はい、少し様子を見ながら、はい、いい感じです。いいですか？はい、とてもいい感じだと思います。あ、本当簡単にすぐできる。お上手ですね。あ、よかったね、褒めてもらったね初めて褒めてもらいました。今日は鶏ひき肉 150g 使いましたが、はい、たっぷり、それでもたっぷりたくさんできますね。2人でも多いぐらい、3人、ね、4人でもシェアできるかもしれません。はい、でこれであの鶏肉に火が通るまで、はい、などを少し温めていただければと思います。はい、くつくつとしてきましたね。なんかもうお酢のいい香りが漂ってきてます。あのみつかんさんっていろんな種類のお酢がありますよね。はい、これ中のお酢もアレンジして大丈夫ですか？はい、そうですね、はい、例えばあの黒酢という、はい、あの黒いお酢があるんですけど、黒酢大好きです。はい、あの結構うまみが強くてコクがあるお酢なんですけど、入れていただくと少しあのうまみがついてきますし、あの中華料理なんかでよく使うので、少し中華っぽさも入ってきます。はい、ね、人気ありますよ ね、はい、そうなんですよ。あの私鶏の黒酢あんとか大好きで、あ、そうですね、中華料理でよくありますね。もうコクがあるし、はい、子供たちも大好きで、はい、結構あの風味もあるし、あの少し入れるだけでも感じが変わると思います。はい、なんかお酢っていくら食べても大丈夫そうなイメージがあるんですよ。はい、ね、はい、あの大丈夫です。あの直接の飲んじゃうとあの酸がきついのであれですけど、薄めていただければ、はい、あのたくさん取っていただきたいと思います。はい、さてお鍋の方ですが、グツグツともうお肉の色が変わってきましたね。はい、
結構大きく作っていただいたんで、光を通していただいて、はい、火が通ってきましたら最後にじゃあのとろみをつけて、はい、あの、はい、仕上げたいと思います。とろみが出るとまたあったかさが持続しますよ ね、 ね、はい、じゃあ前片栗粉入れたらささっと、はい、ささっといいですか。はい、はい、お願いします。さあ最後の仕上げ段階に入っています。美味しそう、いいですね。これで完成です。はい、では盛り付けていきましょうか、はい、いい感じで。わ、本当にふんわりしている感じがする。わあ、美味しそう、わ、美味しそう、美味しそう。そして、あ、お酢のいい香りが、うん、さっぱりとした香りが漂いますね、はい、これはスープのような、そしてメインディッシュにもなるようなお料理ですよね。はいはい、あのスープもしっかり飲んでいただいて、美味しく召し上がっていただければと思います。熱々のほかほかの体も心も温まるようなスープが出来上がりました。ミツカンの穀物酢を使ってで、はい、はい、ふんわり鶏団子入り酢生姜スープができました。完成です。さあ、はい、ふんわり鶏団子入り酢生姜スープが完成しました。これ結構噛みそうになるんですけれども、とっても美味しいスープなんですね。ちょっとこちらいい香り、あーあースープが食べそう。では実際にお二人試食してみてください。はい、いただきます。すごい生姜とお酢のいい香りが、ね、スタジオ中にお酢の香りが漂ってますね、はい、うん、いただきます。うん、優しい味、とてもふっくらしてます。おいしい、ね、優しいお味ですよね。どうでしょう、西尾さん、お味。私のこの団子の上にはすごい大きい生姜が乗ってですね、スタッフの悪意を感じるんですが、なんでですか。え、羨ましいですよ、その生姜、うんうん、ください。確かにすごく体にもなんかいい感じがします。本当だ、特大のが入ってますね、体も温まりますからね、うん、生姜とお酢で、うん、これね、私も家に帰って作ってみたんですけど、中に梅干しをちょっと入れても美味しかったです。さすが津賀さんですね。あと大葉を乗せたりとか、中に人参を星の形にして入れたりとか、うんうん、女子力、女子 力でも今日はこう前々腕が上がったねっていうコメントもたくさんいただいてますね、うん、はい、そうなんですよ、おかげさまでぐいぐいと来てしまいだ、そこもうあのモコズキッチンみたいなやろうかなっていうねえ、でもなんか本当にお酢の種類がこんなにあるってびっくりしました。そうですよね、初めて知りました。この本によるととってもたくさん種類があって、それぞれに使い方が違っていて、うん、私も毎日のようにお酢今使って飲んでます。すごくおすすめの一品です。ふんわり鶏団子入りの酢生姜スープをご紹介しました。言いましたねさあ、こちらの本の中からご紹介しました。最後は美味しいデザートです。餃子とスープを食べてお腹いっぱい、はい、そうですね、ちょっと次はデザートなんかが欲しいかなって。やっぱりデザート食べたいですよね、ということで引き続き田村さん、はい、何かいいデザートを教えていただけませんか。バッチリです、こちらのツインパック豆腐を使ったもちもちお豆腐ドーナツを作りたいと思います。豆腐でドーナツ、はい、できちゃうんですか。そうなんです、意外に思われるかもしれませんが、このもちもち食感でとっても手が止まらなくなっちゃうんですよ。でも彼女本当に作れないんですけど、何も。それがすっごい簡単なんで、あのすぐ作れると思います。よかった、ね、ドーナツ作れたらポイント高いね。揚げ物ってちょっと ね、 ね、難易度高いのに。そうですね、じゃあのぜひ教えてください。よろしくお願いします。あ、でもこのツインパックの豆腐って我が家の冷蔵庫にも入ってるんですけど、あ、本当ですか、ありがとうございます。保存がしやすくていいですよね。あ、そうですね、小分けタイプなので1個だけ使ったりとか2個両方使ったりっていういろんな使い方ができるので、うん、あのすごく人気のあるお豆腐で、今日はこの絹を使ってドーナツを作っていきます。はいはい、じゃあの材料は、まずホットケーキミックス、はい、今日は 100g、はいね、はい、どんどん入れていきます、はい、次が小麦粉ですね、はい、小麦粉です、はい、こちらは大さじ1杯分、
そしてお砂糖を入れていただきます。お砂糖は大さじ2分の1です、はい、でこれをどうすればいいですか。泡立て器で均一に混ざるようにちょっと混ぜ合わせてください。はい、まいまいもこの泡立て器の姿がだいぶ板についてきた感じがしますね。本当ですか、似合いますか。うん、これからどんどん似合うように頑張って、はい、粉が簡単に混ざったらお豆腐を入れていきます。タカノフーズのツインパック豆腐の絹、はい、これは今日は2分の1パック、ね、100グラム投入いたします。はい、どん、思い切っていっちゃってください。おこれ田村さん水切りはしてないですよね。はい、しなくていいんですか。ちょっと生地にしっとりした食感を出したいので、あえて水切りしないで入れていきます。はい、あそっか、こう粉物と混ぜるから少し水分もあった方が、うん、そうですね、混ざりやすくなりますので、いいですね。はい、豆腐が入ってるとあれですね、はい、ヘルシーで嬉しいですよ ね、はい、普通のドーナツより罪悪感がなく食べれますよね。そうそうそう、カロリーはあんまり気にせずに今日は絹豆腐ですけども、はい、じゃなくて絹がいいっていうのは何か理由あるんですか。ちょっと生地より滑らかにしたいっていうところで、絹豆腐をちょっと選びました、はい、あ、はい、しっとり感がこっちの方がいいわけですね、はいはい、次にサラダ油を入れていきたいと思います。はい、ここでサラダ油が入りますね、はいはい、小さじ1杯分投入します、はい、今日はドーナツはちゃんと油で揚げていくんですよね、はい、揚げる前に粉の段階でサラダ油ってちょっと入れた方がいいんですか。油を入れることで生地にちょっとしっとり感が出るようになります。はい、あ混ざってきました。混ざってきた、まとまってきました、はい、じゃあここまでで、はい、豆腐のドーナツの生地が完成しました。はい、これを一口大に丸くして揚げていこうと思います。はい、はいはい、じゃあここから揚げる作業に移っていきます。さあ、まいまい、油の温度はどうかな、はい、少し泡が出て、はい、ちょうど良さそうですね。大丈夫そうですか。そうですね、はい、はい、じゃあ待ちに待ったドーナツ作りを、はい、何か入れる時のポイントってありますか。はい、スプーンで一個一個丸めていくんですけれども、はい、ちょっと種がくっつきやすいので、先にスプーンにサラダ油をつけていきます。はい、一つやっていただいてもいいですか。はい、先端につけていただいて、はい、で形を作って、はい、でホットケーキミックスが入ってますのでちょっと膨らむんですね。なのでちっちゃめで大丈夫だと思います。はい、はい、入れてきます。はい、はい、こんな感じでお願いします。はい、こういう小さいコロコロドーナツっていうのまた可愛いですよね。そうですね、作ってて楽しいですね。これ今材料はすごくプレーンですけど、はい、中にいろいろと入れてアレンジすることもできますか。そうですね、例えばドライフルーツであったりとか、お好みのジャムであったりとか、いろんなバリエーションが楽しめると思います。なるほど、はい、お豆腐っていろんな材料にくそなく合うイメージがありますよね。そうですね、その入れるものによってこう洋風だったり和風だったりとかいろいろ変えれると思うので、はい、お好みのアレンジで楽しんでみてください。いいね、はい、便利ですね。いい感じの色に上がってきたので、はい、そろそろ揚げていただいてもいいかと思います。はい、あー、美味しそう、かわいい、丸くて、かわいい上がりました。上がったら、はい、今回周りにグラニュー糖をまぶしていきたいと思います。はいはい、ドーナツって感じですね。そうですね、あー美味しそう美味しそう。まいまい、これお家でできるんじゃない。ね、簡単ですもん ねなんかちょっと3時のおやつとかで使えそうな。すごい、これおやつで出てきたらかなりポイントが高いですよねえ、そう、レシピ本はねまだこれだけじゃなくてたくさん種類が。そうですね、納豆ヨーグルトパンケーキですとか、レアチーズケーキですとか、そこら辺のスイーツ系もとってもおすすめです。はい、なんかちょっとしたプレゼントとかでも、あ、そうですね、喜ばれそうですね。かわいくラッピングしてあげたりしたらすごくプレゼントにもぴったりだと思います。さあ盛り付けに入っていっています。ホットケーキミックスお家にいっぱいあるんですけど、アレンジ料理知りたいなと思ってたので。あ、本当ですか。じゃあぜひレパートリーの一品に。はい、そうしたいです。はい、さあデザート出来上がりました。た
カノフーズツインパック豆腐の絹を使った豆腐のもちもちドーナツ出来上がりました。やったー、美味しそうにできましたね。さあこちらにも美味しそうに出来上がった豆腐のもちもちドーナツです。ではデザートどうぞ。いただきます。美味しそう。もう皆さん美味しそう美味しそう、たくさんメッセージが来てます。これ中は豆腐なんですよ。うん。グラニュー糖。何何お砂糖が口の周りにいっぱいついてます。はい、美味しい。美味しいです。ねもちもちしてますよね。うん、これ揚げたて最高ですね。うん、西尾さん豆腐って分かります？分かんないですね、これ。ね、分かんないですよね。うんうん、もちもち、でもちょっとしっとりしてるような感じがあって、すいません前なら一口だけなのに私がっつり食ってますどうぞ2個目も。西尾さんがお水欲しいそうですお願いします。なんかそうですね、粉じゃなくて豆腐の水分があるからしっとりしてますね。はい、ねいいですよね。うん、その他にもたくさんおすすめのレシピがありまして、我が家でよく作ってるのが豆腐ステーキのきのこソースとか、美味しそう。あとね、白玉粉に豆腐を混ぜた豆腐のフルーツ白玉を今度作りたいなと思って白玉粉だけ買ってある。豆腐でデザート、そうヘルシーですね。第2弾いいですねっていう新しい発見がねたくさん詰まっているのがこの企業公認の本だなというふうに思います。なんか簡単にできるので、これから新生活で一人暮らしとかをする人にも勧めたいですよね。はい、ねいいですよね。はい、西尾さんやっぱりこう料理できる女性って魅力的ですよね。すごくそうですね。なんで今カメラやったんですか？なんでしょう自分でもよくわかる。今私のことだと思ってたんですけど。あ、そこ？違う。マイマイがちょっとできるようになって。すごく上達してますよね。西尾さん、そういえばマイマイほら雑誌を作ると言ってきながら作ってるの料理じゃないですか。これもちゃんと伏線が張り巡らされてると思っていただければいいなと思ってますんで。あ、ここも何かためなんですか？成長の過程みたいな料理で修行されて旅に出しているというところなんですねさあちょっと話はそれましたが、美味しいお料理をお届けしました。こちらのミニクックシリーズレシピの書籍も本もご紹介していきます。バニブックスさんから出版されていまして、現在こちらに並べられている本のほとんどが MTI さんの企業公認ミニクックシリーズレシピで、月税抜き170円で読み放題となっております。うん、でちなみにですね、もうすぐシーチキンも追加されるということです。大好き。今後月1冊ずつ追加されていく、うん、ということなんですが、月税抜き170円で読み放題、いろんなレシピ、うん、合わせると何百というレシピを、ね、見ることができますので、ね、そうですよね、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。西尾さんも今度これ食べてみたいなっていうのありますか？やっぱシーチキンちょっと気になりますよね。あー、シーチキン個人的によく食べる食材の一つなので、これでどんなその見たことがないレシピっていうのが生まれるのか、はい、ぜひメーカーさんのお話聞きたいなという次のフラグを立てておいて次シーチキンでいきますか。そうですね、また美味しいのも。話によると西尾さんも料理作るのが結構好きだということで。そうですね、うん、いやもう全然でもお恥ずかしいので今度一緒にあのロケに行きませんか？いいですね、ぜひぜひ。じゃあマイマイと西尾さんとかやっていただいて、私もたまには試食したいな、うん、そうですよね。はい、あ、はい、ではどのようにしてこの、ミニクックシリーズレシピを作ろうご覧いただけるかをこちらでご覧ください。説明しよう。企業公認ミニクックシリーズレシピとは、music.jp や読める .jp などさまざまなコンテンツを世に送り出している MTI がワニブックスのミニクックシリーズレシピを税抜き月額170円で読み放題にしてしまった画期的なサービスである。自宅にある定番商品を使った簡単で美味しい企業公認レシピをパソコンだけでなくスマホやタブレットでいつでも見ることができ、世の中に美味しい笑顔と幸せ、そして愛をお届けし続けているのだ。企業公認ミニクックシリーズレシピ会員登録方法を説明しよう。まずはミニクックシリーズレシピのサイトへアクセス、画面の QR コードを使えば簡単に開けるぞ。シリーズ累計92万部を突破、
食品メーカーの社員が勧める公認レシピミニクックシリーズからベストセラーをウェブ化し、税抜き月額170円で見放題。レシピは毎月続々追加、閲覧数ランキングとお気に入りランキングは毎日更新。まずは無料のお試しレシピをチェック。ふんわり鶏団子入り酢生姜スープのレシピを見てみよう。材料と作り方のポイントが実に分かりやすい。利用登録は簡単だ。 au 簡単決済、ドコモ SP モード決済、ソフトバンクまとめて支払いはもちろん、モピタを利用してクレジットカード決済で入会すれば登録した最初の月が無料になるぞ。モピタはスマートフォン向けの会員認証課金決済サービスである。モピタを利用すれば各サービスの購入履歴と請求明細をまとめて確認することもできるぞ。企業公認ミニクックシリーズレシピは税抜き月額170円で読み放題。簡単お得にキャリア決済、またはモピタで登録。これで君も料理上手間違いなし。ということで MTI で配信されているミニクックシリーズレシピを作ろう第2弾をお送りいたしました。さあ今日は拡大版ということで、通常の ebook TV そして ebook クッキングもお送りいたしましたが、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。また定期的にやっていけたらいいなというふうに思っております。さあ今日はまいまいお疲れ様でした。ありがとうございます。楽しかったです。また料理に限らず西尾さんマイマイが出てくるきっかけを、ね、はい、たくさん今年もあのマイマイを見る機会が皆さん増えると思いますので、はい、またぜひご期待いただければなと。今の言葉聞きました ね、 はい、そうだよね。はい、さあ次回の放送なんですけれども3月19日水曜日です。毎回あの金曜日でお送りしてますが、来月は水曜日3月19日ということで、もう結構すぐですよね。すぐですね、うん、2週間とちょっとですけれども、皆さん放送日間違えないようにぜひご覧になってください。今日の番組途中からしか見られなかったという方は、後日アーカイブ動画が掲載されますので、そちらもどうぞご覧になってください。さあそれでは風邪をひかないよう、また来月もお会いしましょう。では皆さんおやすみなさい。さよなら。この番組はブックライブとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。